こんにちは、ミサとオーストリッチファームです。早いものでもう3月、そして今日はひな祭りですね。牧場のダチョウたちも交配や産卵がぐんぐん増えてきました。今回は卵と親鳥たちの様子を撮っていきます。2羽のメスが1個の卵を気にかけています。どちらの卵かは分かりません。様子を見ているとメスが交代で卵を見ています。自分が産んだ卵でなくとも世話をするようです。一方でオスは巣の近くをうろうろして卵を守ると言われていますが、メスに邪魔だとつつかれてしまっています。牧場では人工孵化でヒナを育てますが、野生のダチョウのように夫婦で協力して子育てをする姿も見てみたいです。それでは今回もこの辺で終わります。